い、ローランドビューティーラウンジ、第3弾、梅田に来ました。去年予約してその1月なんだっけ15だったのかな、ちょっと予約した日時を勘違いしてまして、急遽今日、入れてもらいました、すみませんでした。ヒゲ脱毛ですね。ヒゲ脱毛の第3弾です。進行状況としてはかなりなんかもともと濃いわけじゃないんですけど、なんかヒゲがどんどんなくなっていってるような感じしますね。これ20回で今この成果であるとすれば、まあまあ早い段階で完了するかもしれないですね。何回か忘れた。はい、ハロー YouTube ということで、ローランドビューティーラウンジに、3回目行きましてね、施術自体は合計で、20回なんですけど、その中の3回行ったということになります。はい、ちょっと曜日を間違えちゃいまして、急遽段取りしてもらったんで、そこら辺はすいませんでしたということで、3回目なんですけど、ですね、もうすでにかなりいい感じだなっていうふうに思えてますね。もともと私はヒゲが濃い方とかじゃないんですけど、多分20回いかないうちに結構もうだいぶヒゲがなくなっていくんじゃないかなっていうふうに、思っています。梅田に、そのなんていうんですかね、ローランドビューティーラウンジってあるんですけど、なんか、簡単に言うとめちゃくちゃいいですね。最初はね若干緊張したんですけど、なんか意識高い系の人が集まってくるんかなっていうふうにも思いましたし、まあ、実際、脱毛するぐらいなんでね、男性が脱毛するっていうぐらいなんで意識高い系だとは思うんですけど、なんかいろんな方、高校生とかもいましたしね、高校生、カウンセリング受けてましたね。年配の方から高校生までいるという風な感じなんで、この男性のこう美意識っていうのがね、どんどん徐々に、高まっていってるんじゃないかなという風に思いました。僕の場合はこの見えてる部分、ここのラインなんですけど、どんどんねやっていくと、このバランス気にしていって、こっちの方行きたくなるとか、こっちの方とかね、このここですかね、顎下とかですかね、そこら辺のゾーンも気になってくるらしいんですよね。はい。なぜかというと、この中心部分だけが、なくなっていって、他の、この、言ったら、例えば、産毛とかが気になるとか、ね、なんかそんな感じで、どんどん、やっていく人、もしくは、ハマっていく人ですね。もう全身行っちゃえとかね、下の方行っちゃえとかね、なんかいろいろあるらしいです。はい。
気持ちはまあ分からんでもないかなみたいな、このピアス開けたら今度こっち今度こっちみたいなね感じで自分を、改造していくみたいな感じの感覚じゃないでしょうかということでね、初めてあべのハルカスに来てみたんですけど、後でまたタワーの登ってみようかなって思いますが、ローランドビューティーラウンジのレビュー、ボリューム3ですね、今の私の経過はそんな感じですね。スタッフの方もすごく丁寧に対応していただきまして、自分のセルフイメージが上がるというかね、自分はこういうところに、大阪まで行って、施術してもらってるんだっていう風なことを自分自身でこう思うだけでもね、自分のこうイメージ高まりますからね。あとはすごく丁寧に対応してくれるから、それでね気持ちもなんかいい気分にね、して、もらってるというか、そういう風に なりますしね、いいと思います、いいと思います。十何万円とかかけて、このね半永久的なこの脱毛、このストレスが消えるのであれば、全然素敵な魅力的な、自己投資になると思います。はい、目で見える投資なのでね、いいと思います、2週間に1回のペースでやるのが、最短みたいなんですけど、ちゃんとなんていうんですかね、その施術の効果を浸透させるには、1ヶ月ぐらい置いてやった方がいいというふうに、スタッフの方がおっしゃってました。合計20回なんで、私のプランはね10回20回30回とあったと思うんですけど、僕は、20回でありまして、なんとなく、作戦としては10回までは、2週間に一遍のペースでいこうかなと思ってますね。そこからは様子見様子見で、1ヶ月に1回の施術とかしてバランス切り持っていこうかなっていうふうに、思ってるわけでございます。はい、またね気になる方がおられましたら、1回やってみたらいいと思います。何事もねやってみて、それでねいいか悪いかとかね分かると思います。正直ちょっと痛いところもほぼほぼ痛みっていうのはないんですけど、なんか濃い部分は痛いらしいですね。はい、でちょっと痛かったりはしますけど、医療脱毛、医療脱毛がありまして、医療の方はめちゃくちゃ効果的ではあるらしいんですけど、めちゃ痛いらしいですよね。美容の方は、もちろん効果的ではあるんですけど、痛みも少ないというような違いがあるみたいです。はい、いきなり医療行くのは結構レベル高いかなというふうに思うので、美容の方で行くのがいいかなというふうに思っています。はい、興味ある方は、僕みたいな男でもねこう行くことによってね、また見える世界って変わってくると思うんですよね。その先ほどお話しさせてもらったこのセルフイメージの向上っていうのがね出てきますので、そこが、ポイントになってくるかなと思いますね。自分イケてるじゃんというふうにね、こう自己愛とかね自己肯定感とか、このメンタルケアにもなってくると思うのでね、いいと思います。はい、ということで現場から以上です。ありがとうございます。